大阪のウィルさんにお邪魔しております。パチパチですね。日本だって心地がいいですよ。中級天使の大天使。天使違いですね。多分羽が生えてきました。佐野カンナの王子です。マケールです。ユキエルです。ビルのマシマです。とってもないのに挨拶してくれました。というわけで今日は大阪のウィルさんにお邪魔しております。はい、ようこそおいでくださいました。いやー、マジ忙しい使用員さんなんですよ。ある芸能人の方もお忍びで通われるような。予約取れないんですよ。取れないのにマキエルがね、私この間またすぐ来てねって言われましたって言い出す。来ました。経費でね。前回福岡ですね、ちょっと軽くやっていただいて。そうですね、僕が突破をお仕事で福岡行った時にちょっと寄らせていただいて、大阪おいでって言ったら連れて行ってください。来ました。いい職場だな。経費でね。だけど今日は、まあ、前回の治療の続きで、で前回顔しかしなかったんですよね。ほとんど顔だけかな。そう、顔ですね。で顔やった時にちょっとやっぱ体も歪んでるかなというのを見たので、顔と体両方やった方がいいですよっていう感じでお話してたと思います。ひょっとしたら病気なんかも出るかもしれないですね。まあ、それ本編でですね、お楽しみいただければなと思いますので、はい、じゃあ本編行ってみましょう。じゃあちょっと体のチェックしてみますね。個人的にいい感じに仕上がってるんじゃないかなと。うん、仕上がってるね。前の高さがね、結構いろいろと下がってる。で、前回僕福岡で見た時もあれ左側どうですね。左の頭がこう後ろに倒れてるから、肩甲骨も後ろに倒れてるんですね。触られるだけで気持ちがいいですね。首上に行きます。この辺でちょっと首なしかな。左で痛みとかない。あ、こちらにインスタグラマーが違う。右向きます。こちら行きにくいです。そうなんですね、こっち行きにくいですね。うん、そうなんですよ。ね、大阪に着いたらね、鼻水がね、くしゃみが急に出してね。大阪が悪いみたいな言わないでやめてくれ。本当に大阪、伊丹空港着いた瞬間、ハクションってなって、嫌われてるわ。いや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 、拒否られてるわ。そうなんですよ。天使になってるんじゃないですか。あれ、跳ねなかった、前。跳ねない、歩けない、張ってるとか。大阪の鍼灸天使が福岡の鍼灸天使いじってるぜ。腰の動き見ます。で、そのまま前から前屈になってます。前屈はまあまあいくんですよね。後ろ突っ張ってるから。あ、今はまあここら辺、ふくらはぎは結構パツパツですね。トウ。あんまりこの姿勢でトウって言わないけど。地面に向かって通っていうところでしょ。よいしょ。いやいや、そんなの、そんなフリーインで、ちょっともう一回、もう一回。ほんと、こう、靴固くなるよね。めちゃくちゃ痛い。ピラティスは続けてるんですか？オンラインでやっております。週に1回ぐらいです。週に1回、時間があればですね。本当にピラティスの先生に謝ってほしい。あったあった、そのくらいでは。よう覚えてますね。背骨の動きがね、ちょっと動き悪いかなと思うんで、一発骨盤とやって、ちょっとまた最後、顎の調整していきましょうか。お願いします。はい。マシバのおさわりが見れるんじゃないですか。マシバタッチ。マシバタッチ。だいぶ歪んでるね。無理された。しっかりする。さすが関西だぜ。ちょうど腰の骨の3番4番ぐらいですね。硬。これはすでに骨盤矯正的な施術なんですか。ちょっと骨の歪みをチェックしてる感じ、ね、チェックしてるんですね、うん、どうですか、マシバンタッチは。マシバンタッチ心地がいいですよ。でもね、でもマッキーが歪んだら特殊なんですよね。天使だからね。なるほどね。面白くな。どうなってます？右足短い
たいねんけど、はい、本来ならオーソドックスに行くと右の骨盤の方が後ろに倒れてるパターンだけど、実際左足の方が長くなってる、うん、でも骨盤が左の骨盤の方が後ろに倒れてるから結構珍しい、珍しいっちゃあるけど、めんどくさい患者ってことですよね。そういうことだよね。楽しい。止めていきましょう。お願いします。足張りやすいんですよね。柔軟性が高いのにね、悪くしやすいよね。どうなんですかね、体は柔らかいのに体が凝りやすいっていうのは、これあれですか、ストレスですか、とかも関係するし、筋肉の柔軟性が必ずしも体が柔らかくなるっていうのは 100% 関連はしないかな。なるほど。血液の酸化の問題とかもあるし。ああ、酸化してそうですもんね。錆びてます。血液錆びてます。やっぱ天使錆びてる。ちょっと錆びてるイメージですもんね。調べたい。あ、そうなんですよ。ウィルさんではですね、いろいろ細かく検査もしてくれるからですね、なかなかこう病院に行っても異常が出ないっていう方もですね、細かい検査したら異常が出る方もいらっしゃるので、そういう方はぜひご相談されてみてください。それはピラティスの先生に悪いからですか。いや、自分の健康増進で。おお、ようやく健康増進にちょっと意識していたんですね。はい。前回来たのが1年前。あ、そうです。ちょうど1年ちょっとはでもちょっとですね。あれ3月ぐらいでしたね。3月ぐらいでしたね。まだ鍼灸天使成り立てだったの。カンナ入社3日目で大阪に連れてこられる。すごいよね。まあ、よう来たねと思いましたけど、ね、でもラッキーぐらいの感じでしたけど。ちなみに結構ね、多分マキエルも気合い入れてたんでしょうね。メイク濃いめです。あの時はそうですね。確かに今日メイク薄めです。多分慣れたんでしょうね。そう、気になるそのメイク濃いめ動画は説明欄にありますんでチェックしてみてください。ベニがね、結構濃い。気合い入れて初めて使うベニを使ったらいいままとか。関節のねじれが結構ありますね。痛い、気持ちいい感じ。でも全然あの痛がたたたって感じはないですね。細かくいろんな角度で調整されてるの。この骨、太もものこの大天使っていうところなんですけど、ちょっと引っ張り出して。鍼灸天使の大天使。天使違いですね。ちょっと右の方が長なりますね。へえ。本当、そうそうそう、確かに。さっき右が多分これぐらい下がったけど。あ、こうすると本当に右の方が。うん、短かったんですよ。長く見えますね。うん。あ、腰が楽です。こんなにやってるからまだらしいですね。なんか、作ってこんなにバキバキやってる。バキバキやってるね。お、ちょっとここまでやってないから。お、なんだ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 。いい塩梅の感じで。いい塩梅。いい塩梅。それ以上強かったらもう、あいたたたたって感じの。待ってる、ここどこかわかる？今押されてるとこですか？違う、この地はどこかわかる？この土地、大阪っていうのはそういうのフリーっていうので。あ、なるほど。近い。これ以上されたらあれってことは、これ以上してってことでしょ。何、優雅に対策受けて終わろうとしてるんですか？そういうとこだと思ってました。ウィルさんは僕たちのボスであるキングにリキエルが、いやー言うてるの、フリですかって言ってる。あー、そういえばコラボされてましたよね。あのキング先生とね。そうなんですよ。しっかり治療家魂に火をつけていただいて。あのキングの反応を見るとこう、やりたくなりますよね。なんか、欲しがりさんなのかな。あ、キングがね、キングが欲しがりっていう。あー、しょうがないですね。はい、しょうがないです。その、面白いコラボ動画もですね、説明欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、あ、違いますね。伸びますね。ちょっと多分この辺でも突っ張ってたけど、もう全然ちゃんと伸びますね。うん、ちょっと反対向きましょうか。はーい、近い。結構脇の下って詰まりやすいですね。めっちゃ詰まるんですよ、ね。詰まってますか？詰まってます。詰まってますか？詰まってます。詰まってますか？詰まってます。なんだ、またそれ系でラインスタンプ作ろうと思って。詰まってますっていう。あの、ふわふわみたいな。天にも昇る気も使いどころがよくわからない。
でもふわふわはネタとして言ってたわけじゃなくて本気で言ってたんですよ。ただ周りがいじるから、ふわふわ言わなしょうがないですね。何周りが悪いみたいな。あ、左のそこいますね。なんか何がいるんですか。マキもうそのネタ、そのネタ本当長野からずっと引っ張ってる、ね、左が悪いってあんま良くないよ。心臓に近いので、でもこっちの血管の方が詰まってるってあんま良くないですね。ああ、ぜひ視聴者さんもちょっとチェックしてみて、左が悪い場合はすぐウィルへ。ウィルへ。全身細かく見てもらいますね。地味に痛いですね。ここ詰まってくると足むくみやすい。ああ、むくみやすいですね。まあ人生詰まってますからね。人生は詰まってない。なんてこと言うんですか。どういうことですか。何歳ですか。33です。3か。はい、めっちゃ楽しいですよ。誰も楽しいかどうか聞いてないけどね。いや、今別に楽しくないでしょなんて誰も言ってないけどね。僕らって自分の勘ってあんまケアしないじゃないですか。あ、確かに。勘なめっちゃしてるんですけどね、動画でね。最近四十肩に何かけてるなってめっちゃ思う。あ、真柴先生が、はい、ちょっと多いじゃないですか。宗介さんもいるじゃないですか。そこが集中力。じゃあぜひそこはスタッフさんがですね、ビルの鍼灸師の先生たちがもうバシッとバシッと。違いますよ。だってね、あのやってたらなんかいつも文句言うんですよ。痛いとか言って。なるほど。悪いのに。もう院長の四十肩よりインスタですと。いい職場環境だ。なんか贅沢ですね。ねえ。いいな。実際普段の治療もこんな感じで全身細かく見るんですか？こんな感じですね。まあ、例えば腰痛で悩んでるとか、でもやっぱ腰に原因があるとは限らないので、例えば足であったり首であるとか、全身やっぱ見ていかないと分かんないですからね。その人の体は一人一人違うので、まあ、そうですよね。羽が生えてきました。鎖骨ってなんで鎖骨っていうかしてます。こういうのはね、うちにできるとか得意ですよ。 あれですけどね、鎖骨というか漢字の話です。私これを専門学校の時に聞いてすごい衝撃だったんですよ。あれでしょ、結構グロい理由でしょ。そうです、鎖骨って、うん、あ、答えさせないんだ。考えてたら今鎖骨の、あ、すみません。まだ行こう。あれよね、振りをもう振りと認識しないよね、ほんとね。じゃあ鎖骨の差、鎖骨の差。ヒント出ましたからね、だいぶね。鎖骨の感じの由来、でもあれ鎖って感じじゃないね。いや、鎖ですよ。待ってます。鎖ですよ。え、鎖でしょ。あ、はい、わかった。お、腐ってたから。ボケ。え、これどっちですか。ボケですか。ボケですか。ボケですか。今はボケですよ。あ、じゃあ大阪ですから、ここは。あ、そうでした、ここ大阪でした。テイク2。あの、だって漢字の由来でしょ。あ、わかった、はい、はい、あのぐちゃぐちゃになってたからや、見つけた時に。ボケですか。真面目な。あ、これフリーですね。あ、じゃあテイク3です。だんだん厳しくなって、お笑いってやっぱ3回目の一番面白いから、ね、なるほどね、さすが関西だぜ。なぜ鎖という字が使われたかですね。ちょっとヒントヒントヒント欲しいです。漢字なんですよ、そのまま。昔の話ですね。そんなことできるのかなって言ってたんですけど。はっ、鎖でしょ。ってことはこうやってこうなってるじゃないですか。人間の骨をこうやってつなげた。あー、近い。ネックレスにした。あー、なるほど。そういうネックレス。あれ、でもつなげれます。なんか特殊な格好。特殊な格好。というわけで、はい、正解は、正解は、あ、でもよけれど発想は近いですよ、めちゃくちゃ。鎖骨のここに鎖で奴隷たちをここにつなげてたらしいんですよ。あ、近いじゃん。そう、だから首輪みたいな感じで、ね、そうそうそう、だから鎖骨の感じはあの鎖なんです。へえ、なんかあれみたいな感じですね、イメージ。なんか花火みたいな。花火もそうなんですか。花火もあれ、逃げ、イメージ、イメージの話。花火ぐらいやったらちぎって逃げれそうだけど。イメージの話ですよ。ビルのイメージ。イメージですよ。あ、イメージね、イメージね、イメージ大事っていう、聞いてそんな意味があったんだなっていう。
まあ、昔ながらですよね。あ、なるほど。キーホルダーみたいな感じでこう持ってたってことですね。こうイメージ。ちょどういうことですか。どういうことですか。ビールのイメージ。ストラップみたいになってたってことストラップあ、まあ、ストラップの首輪やろ、首輪みたいなストラップのこの銀色とかあれやちょうどさここがね、ここがってことよ。意味わかりますこれ誰もわかんないこれ多分今プレミアゴガのチャット欄もクエスチョンマークいっぱい出てるちょっとユキイル先生何言ってるかよくわからないですみたいな。私バカじゃないですよ賢いですからね、高校バル賢いですよ。おナイスフォロー。これちょっと後で調整しましょうか。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、贅沢なひととき。ありがとうございます。ありがとうございました。わざわざ僕から来ていただいて、はい、整いました。ずっと言ってるだけ来られたら、ちょっと顔触ってもいいですか。全部触ってなかった。おすごい、キュッとなってもらう、うん、まあ、最近だとボトックスとかでも結構この辺アプローチでもできるんですけど、うん、まあ、でも全然ね、ボトックスとしなくても顔の整体とか頭皮矯正だけでもだいぶね、ちっちゃくボーンって切り替えました。おー、スカッとしました。どういうことですか。もうシャキッとしました。スカッとシャキッは何がしますか。あ、これ一緒です。なんかスカッとしたそうです。はい、こういう治療してもらえるといいですね。はい、大事ですね。言ってる。やってもらいたかったって言われる。そうですね。僕受けてないんです。よくわからないんですよね。受けたかったな。すみません。で、今日やっていただいたのは骨盤矯正なんですかね。そうですね。主には骨盤矯正で、お客さんで骨盤矯正で来られる方って、例えばその産後であるとか、足のラインをきれいにしたとか、悩みがそれぞれなので、まあ、もうちょっとそれプラスアルファ、ちょっと今日はどっちかというと骨盤矯正プラス治療みたいな。両方並べてやってるけども、お客さんの悩みに合わせてさせてもらってるので、今日の骨盤矯正に体の治療に、顔の整体もして、おまけにボッキーまで入れてる。一番スペシャルです。どういうことなんですか。あんだけいいないいな言ってんのに払わせるの。なんかあります、この動画を見たっていう視点的な。それはやっぱ感だからね。だから私もマキエルの施術受けたいみたいな、私も大阪のキムタクの施術受けたいみたいな人いると思うんですよ。それはもう全然言ってもらったら。あ、大阪のキムタクさんから受けたいですって言ったら得点がある。得点ある。得点のない方は LINE で、あの大阪のキムタクさんに受けたいですと言っていただければ得点あります。普通に、まあ、せっかく、ね、来ていただいているので、まあ、骨盤矯正も本当に全身治療も、まあ、両方とも初診料オフ。あ、初診料2200円をオフしていいですか。あ、ボス。大阪の決定権は院長じゃなくて現場にあるんです。現場が全てです。あ、現場が来てる。久しぶりにそのセリフを聞いた気がする。骨盤矯正は、まあ、動画見たと言っていただければ初診料オフということで、ただ一応先着各10名というか、各10名、はい、まあ、あまり長いとね。そうですね、今回もですね、まあまあ忙しい治療院さんで迷惑かなと思ったんですけど、無理言ってマキルがねマキルが無理言って、まあ、わざわざ予約枠開けてもらってで撮影撮ってますんで、まあ、あの詳しくはですね、動画下の説明欄にホームページのリンクも貼ってますので、まあ、そちらもチェックしていただいて、 LINE が一番いいですかね。 LINE が一番返事しやすい。あ、じゃあ、 LINE からお問い合わせいただければいいかなと思います。ぜひチェックしてみてください。動画からもこういったですね、程度動画や健康情報もお届けしていきますので、チャンネル登録や評価ボタンもよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。寝れますね、全然。すっきりすると思う。ふん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 。どい。いい音鳴るね。覚醒したね。覚醒しました。覚醒天使。おお。ナオピーどこいるんですか。なんかちょっと昨日と今日と休暇を取っておりまして。あら。福岡で。福岡に。元になったら。ああ。入れ替わりですね。はい。
昨日インスタでね、福岡行って、まず新幹線、新幹線からビール飲んでたし、福岡着いて駅でもつ鍋食べてたし、昼から、まあ、夜は中洲の屋台ラーメン食べてました、まあ休暇ですからね